うざき動は、日本の歌手、作曲家、俳優、エンターテイナー、映画監督。京都府京都市伏見区出身。1970年代中期から1980年、初頭にダウンタウンブギウギバンド。1980年代中期から1990年代初頭に、流動組。1990年代中期から後期に宇崎流動、うざき動 R.U. Connection with 井上隆史のを引きバンドの活動の合間に、ソロとしても活動する。妻は作詞家の阿ぎよう子。作詞、阿ぎ、作曲、うざきのコンビで、商業主義的な歌謡曲界においても、数多くの楽曲をヒットさせるとともに、山口桃江の全盛期を支えた。母親の出身地で疎開先だった京都市伏見区に生まれる。なお、 母方のルーツは、京田辺市である。生後間もなく、東京に引っ越して、中学卒業まで、代々木上原で育った。渋谷区立上原小学校、明治大学附属中野中学校、高等学校、明治大学法学部卒業。父親は、滋賀県大津市出身で、東京商船学校を卒業して、船乗りを経た後に、代々木上原で、 戦具店を経営し裕福だったが、中学3年生の時に、父の会社が倒産し、一家は、豪邸から借家生活となる。明大附属中の中学、高校時代は、ブラスバンド部に所属し、明治大学時代は、軽音楽クラブに所属し、トランペットを担当していた。大学の軽音楽部で、アギオーコと知り合い作曲活動を始める。両親の手前もあり、 プロを目指すことはなかった。大学卒業後、内田博之に就職したが性に合わず1ヶ月で退社した。その後、技系の経営する大橋プロでマネージャーを務め、バンド、ミルク時代の松崎茂をスカウトし2年間マネジメントを担当するが、ここも後に退社した。なお、大橋プロ在籍時には、1969年に阿義氏、あぎ作詞。 うざき作曲のコンビで手掛けた、ジュリーとバロンのシングル、ブルーロンサムドリームでプロ作家デビュー。全日本海王選手権11代チャンピオン、大橋慶子のデビューシングル、愛の教室の作曲も手掛けた。コンサートに飛び入り参加したのがきっかけで、レコード会社から声がかかった。1973年に、ダウンタウンブギウギバンドを結成。シングル、 知らず知らずのうちにでデビューした。このバンド名は前年1972年に思いついていたが、当時のバンドに提案したところ逆に解散のきっかけになっていたものである。1974年のスモーキンブギが全国的に大ヒットした。白いつなぎ、ルックとフレーズのコミカルさとかっこよさをアピールするロックンロールの曲調との落差で注目された。 さらに翌年のシングル、カッコマンブギの B 面曲、港の横横浜横須賀もヒット、曲中の、あんた、あの娘の何な,なのさというセリフは流行語となり、この曲をもとに映画も作られた。さらに、商品には手を出すなという楽曲はラジオでのオンエアで話題となった。矢沢永吉率いるキャロルとダウンタウンブギウギバンドは、デビュー時期は異なり、 キャロルが先輩だった。このデビュー時期の佐賀うざきを悩ませた。うざきらも当初は、革ジャンを着ていたが、キャロルが、大々的に売り出されると、キャロルのモノマネと、批判が、相次ぎ、やむなく革ジャンでないものを探して、たまたま、つなぎに行った。港の横横浜横須賀が出るタイミングで、キャロルが華々しく解散。矢沢栄吉って人間には、 常に先に行かれたって気があったと話している。うざきと矢沢はお互いを敵対的なライバルと見ていたという。その後、沖縄ベイブルースを発表した。七十六年頃からヒットが出なくなり、歌謡曲の作曲家としての活動が目立つようになった。山口も萌えに、横須賀ストーリー、プレイバックパート2、イミテーションゴールド、ロックンロールウィドウ、しなやかに歌って、 さよならの向こう側など数多くの楽曲を提供し、ヒットさせ、彼女の全盛期を支えた。映画では、曽根崎真中、タトゥー姿勢ありに主演しているが、曽根崎真中は、カジメイコと友人だったことが、主演のきっかけとなった。1980年、バンド名を、ダウンタウンファイティングブギウギバンドに改名するも、翌年解散した。解散後はさらにドラマ出演。 映画、舞台音楽や監督などに進出。1984年、音楽的新境地を開くために、流動組を結成。1990年に活動を休止。1993年、元ザ・スパイバースの井上隆のと共に、大人のロックバンドを目指すため、どちらかが死ぬまで続けようとの約束で、うざき流動&、 R.U. コネクションウィズ井上隆史のを結成。1998年に活動を休止するが、二人の約束は維持した。1998年以降は、ソロアーティストとして活動。2008年には、デビュー35周年を迎え、2枚組のブルースアルバム、同じく2枚組のベストアルバムのリリース、記念ライブが行われた。2008年4月10日、 県政記念館で開催された天皇皇后両陛下ご退婚50年をお祝いする集いに臨席し祝辞を述べた。2013年8月22日と23日、ユフイン映画祭で音楽を担当した作品及び出演した作品が特集上映された。上映後は、アギオーコと共にシンポジウムに参加。ライブトークショーで映画にまつわる9曲を披露した。 2018年1月5日には、他のタレントと共に、総理大臣、安倍晋三と会食を行った。ダウンタウンブギウギバンド、ダウンタウンファイティングブギウギバンド、流動組、うざき流動&、RU コネクションウィズ井上隆の、死の竜、634武蔵シウィズ・うざき流動、ジェントル3等のディスコグラフィーは各リンク先のページを参照のこと。シングル、 非売品シングルオリジナルアルバムセルフカバーアルバムベストアルバム映像作品タイアップリュードウザキウィズアンナイトジャムセッションバンドアルバム自身歌唱楽曲提供楽曲和行歌行,行作業多行な行は行真行やら和行パチンコ出演監督音楽吹き替えテレビドラマ舞台 V シネマテレビアニメ劇場アニメありがとうございます